ヘルズブレイズはアイスランドの北東部に位置する標高1682メートルの火山。オダザハラウンと呼ばれる中央高地の中央部の砂漠地帯の中央に位置し、カルデラで知られるアスキャ火山から北東に20キロメートルほどの位置にある。砂漠地帯は全体的にトロラギングや火山から噴出した溶岩に覆われている。ヘルズブレイズは 頂上部が平坦で周囲が急峻な崖に囲まれている、形をしている。これは氷河に覆われた時期にその下で活動を始めたことによる。崖の高さが噴火当時の氷河の厚さである。これを卓上火山と呼ぶ。ヘルズブレイズの山体が地形が形成されたのは、更新予で、最後の噴火もその頃であろうとも考えられている。また、 数百年前から知られていた山であったが、このような形状のため初登場は1908年までなされなかった。近くにはヘルズブレイサルリンディルと呼ばれるオアシスがあり、ハイキングコースやキャンプ場が整備されている。古くはアイスランドの地域社会から追放された犯罪者が、そのオアシスに集まって暮らしていた。西から見たヘルズブレイズテーブルの下は主に枕状溶岩でできている。 テーブルの上には、スコリア球がある。ありがとうございます。